なぜパパと呼んだんだ。え、父さんだからだよ。他にどんな理由があるの。俺が父親だと誰から聞いた。どういうこと。誰からも聞いてない。ただわかるんだ。ああ、もちろんだ。俺はお前の父親だ。よかった。一瞬僕のことを忘れたのかと思った。さあ、急いでここから逃げ出そう。わかったよ。一緒に来ればいい。本当？本当に本当だね。ああ、本当だ。さあ、ここから出よう。助けに来てくれて嬉しいよ。リアクターの心配をしてくれ。こっちはその時が来たら、こいつを動かせるようにしておくから。いいぞ、トム。スイッチを入れてくれ。了解。準備完了だな。脱出してもいいな。自分で何をしているか分かっているのか。これで宇宙に飛ばされたり気化しちまったりとかはないんだろうな。これは正真正銘インスティチュートのテクノロジーだ。うっとりする代物だよ。うまくいく。準備はいいか。もちろん。さあ、ここを脱出しよう。二度言う必要はないよ。あんたとデズを爆破現場まで連れていくよう設定してやる。その後で調整して俺とこの子を本部に戻す。心配するな。この子の面倒は見る。マシな服も手に入れてやるよ。ここ全体が熱核爆発を起こす前に行こう。デズデモーナ。生まれてからずっと息を詰めて生きてきた。今呼吸できる。大丈夫か。何が必要だ。仲間は初めて味わうんだ。自由を。本当に終わったのか。勝ったのか。押し寄せてくるのがわかる。熱、エネルギー、放射線、そして恐怖が、世界の終わり、再び。目を閉じると、あの懐かしい生活を思い出す。思い描いていた未来像は、一瞬で変貌することがある。心の準備ができていなくとも、それは誰にでも人生のどこかで起こること。ここは俺が望んだ未来ではなかった。だが間違いなく俺のいるただ一つの世界、連邦、我が故郷は引き裂かれてまた一つになった。きっと家族を探し出せる。そう思っていた。叶うならば時計の針を戻し、全てを元通りに。
だが分かってる。もう後戻りはできない。世界は変わり、この先に待つのは険しい道。今度は覚悟ができている。俺には教訓があるから。人は過ちを繰り返す。デズデモナ、こうして権力は地に落ちたのね。何十年もの時間、数えきれない犠牲者。あなたのおかげでみんな報われた。ディーコンは初めからずっと自分の計画だったと言ってる。誰にわかる、彼が全部計画したのかも。ディーコンにだってできないことがある。多分ね、昔私たち古株はインスティチュートのいない暮らしを持って有頂天になった。でもその時、この仕事はそうすぐには終わらないと悟ったの。連邦の奥深くに憎しみは残っている。地面よりも深いところで。彼らには人造人間はインスティチュートの圧迫感を具体化した存在なのよ。あなたが休暇を切望しているのなら気持ちはわかる。だけど次の任務の準備はどう、プロフェッサー。俺たちがあれだけのことをしたのに、連邦は俺たちを憎んでいるのか。どんな証拠が出ようとも、心の狭い人間は卑しい偏見にとらわれるのよ。そしてこの場合、彼らを責められる。この世界の脅威を排除したのは偉大な軍隊でも素晴らしいテクノロジーでもなかったんだから。理想を強く信じて、その強さから何か偉大なものへと変貌した一握りの献身的な男女だった。私たちは自分たちの物語を話すけれど、結局誰が私たちを信じるというの。準備はとっくにできてる。それを期待していた。私たちの隠れ家は連邦の外でのより良い暮らしを求める人造人間であふれるでしょう。インスティチュートの全員が死んだわけじゃない。報復はないと決めつけるのは馬鹿げてる。本部に戻って、私たちの最後の人々を自由へと率いて。私たちは何年にもわたってあなたの仲間を数多く救ってきた。何も言わなくていい。彼らを守ってくれるのか、私たちは安全なのか。インスティチュートの外にいるからといって安全とは限らない。それにレールロードの仕事は終わってない。目の前にたくさんの仕事が待っている。でも一緒に目標にたどり着きましょう。